ズ。ペルス。それじゃ調査を始めるわよ。ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで出てくるんだ。こうなりゃ逃げるしかない。まさか彼らはアースガルズの取り逃がすわけにはいかないな。ここでやられちまうなんて。使命を全うできぬとは。よし、限りよ。あの方にお伝えせねばならぬのに。あなたたちやるじゃない。出会ったばかりなのに息がぴったりね。オリンパスを探る日程か。彼らは一体何者なのでしょう。それに何を調べていたのかも気になるわね。ロキ、何か心当たりはないの？さあ、今の時点では何とも言えないな。北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配を。私の神器を初見でそこまで使いこなせるとは。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。怪物だと。なぜこんなところに。この怪物もオーディンの差し金なのか。今こそ奮い立とう。状況は予想していたよりも深刻なようだな。ロキ、君は勇気があるんだな。怪物相手にひるみもしないなんて。私にはやるべきことがある。だからひるんでなどいられないんだ。さあ、先に出してやろう。さっきの日程、それに怪物、オリンパスに何が起きようとしているんだ。かつてない恐ろしいことが。私の予想が当たっているのに。だがひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かうわよ。
それじゃあ集まった情報を整理してみましょう。まずはちょっと待って、西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。まさかまた怪物が。私が向かいましょう。誰が？わかるぜ。エルセウスが罠に。ロキ、お願い、急いで彼を助けてあげて。いいだろう。ここで味方が減るのは私も本意ではないか。やはり門が閉ざされているか。さて、ここを開ける手立ては。ロキ、南に怪しい気配を2つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。諦めるわけにはいかない。行こう。ロキじゃないか。ちょうどいい、手伝ってくれ。オリュンポスの塩を捕虜にしようとしているんだ。悪いな、彼を君たちに渡すわけにはいかないんだ。踊り続けて、真田の戦受けてみよう。燃やし尽くせ。アイアー、行こう。英雄の名にかけて譲れないものがある。みんな、ついてきてくれ。わかるぜ。まさかあのお方を裏切るとは。このままで済むと思うな。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。今こそ攻め立ててやろう。今こそ奮い立とう。誇りある勝利のために。無双だなどと慢心してはダメだ。英雄の名に恥じぬよう、さらに己を磨かなくては。ロキも寝返りおったか。仲間と思って油断したが、次こそは。二人を追わなければ私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すことだが、ペルセウスを放っておくわけにはいかない。はっ、敵将撃ち果たすな。私はここまでなのか。ペルセウス、弱気になっちゃダメよ。今ロキがあなたを助けようとしているわ。ロキ、来てくれたのか。すまない、迷惑をかけてしまったが。花田の戦、ご覧あれ。気にしなくて。
むしろ詫びねばならないのは、私の方かも。君を罠にかけた。アースガルズの勝利。オーディンの手のものだということが分かったんだ。アースガルズの？ラッキー。オーディンがオリュンポスを狙って。今こそ公正に出る。というあなたの話は、どうやら本当みたいな。これで信じられるわ。あなたの決意が本物だということも。そうだ、私には望みがある。それを果たすため、どんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望みだ。ロキ、君は強い覚悟を胸にここへ来たんだな。そしてそんな中でも私を見捨てず助けてくれた。私はあの二人を追わなければ、この裏切りを伝えられるわけにはいかない。待ってくれロキ、共に行こう。私たちは仲間なのだから。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。ロキ、まさか貴様に邪魔されようとはな。オーディン様が知ったら何と言われるか。覚悟しろロキ。逃しを、裏切り者は怪物の餌食にしてくれる。ペルセウス、私がおとりになって怪物を引きつけて、その隙に君はあの二人を倒してくれ。しかしそれでは君が危険すぎる。私は君を信じると言った。だから君も信じてくれないか。仲間なんだろも賢明だな。そのひたむきさには胸を打たれる。気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらうわよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよロキ。うまくいったか。うまくいって何よりだ。